はい、皆さんこんにちは。ナイックスパパでございます。ナイックスでございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はコストコで買ってきた、はい、これ何肉ですか？それこれはね、オーストラリア産の牛肉のイチボステーキっていうやつになります。これはね、イチボ知ってる？俺イチボ知ってる、うん、どの部分？ね、もも肉。そう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 。これは、ランプって書いてあるんだけど、はい、これはね、もも肉、イチボステーキでございます。これを、ナイクスパパはもともとお肉屋さんだったので、うん、そう、食べられるようにきちんと成形していきたいなというふうに思います。はい、まずじゃあ破りましょう。あ、今まで破れた。スッと取れちゃった。そう、これで、すごい、ドリップがドリップがすごいよね。ここにこう牛すじを入れていこうかな。でちょっとこれで軽く表面を拭いてって、まずですね、いらないところがあって、慣れてるわ、うん、この油表面のはちょっとずつ取っちゃいます。こうやってすげー、なんか切りそうで怖い、手を、うん、これはいらないので置いときましょう。そしたら、ここにすごい筋があるんだけど、基本的に牛肉はすべて太い方から取ってきます。こう、わかるかな。よくね、みんなやっちゃうのはこうやって包丁の先に手があるとみんな怪我するので、必ず包丁の奥、なんかあれだね、彫刻刀みたいな。そう、こうやって取っていく、こうやって取っていく。うわ、うんうんうん。あ、今の筋も取れ、あ、食べれるんだっけ？そう、これは牛筋で後で食べられます。こうやって取ってったら、今も現役じゃないんだからゆっくりね。現役じゃないからゆっくり。まだね、まだそんな立ってないんでね。危ない危ない、あれはちょっと見てるの怖いんだけど。そう、うん、表面のやつを、にしていく、表面の部分を取っていきます。でね、これも筋なの、これも、はい、ってここも筋で、これも取るんだけど、これも取りづらいから今度肉を動かして、あ、見てらんない。それも似てっていう悲鳴が出てきそうで怖い。さすがにまだ大丈夫。このも取ってきます。この見えてるかな、こうね。こんな感じ。少なくとも手を切った瞬間に思いっきり大きな声でイケーッとは言わないで、すんげーと、あの、寿命が2年ぐらい続くから。うん、こんな感じでここにあった筋を今きれいに取りました。はい、取りました。したら、裏側がちょっと油がきついので、これ全部油、そう、この裏の部分が厚いので少し削いでいきます。少しだけなの？そう、いっぱい取っちゃったらもったいないよね。このね、こうピンク、油がピンクになってる部分が取れてれば、うん、うん、十分。白いのは大丈夫。全体的にちょっと油がついて、ピンクの中の赤みっていうのは何なの？これね、多分ドリップで少し、あ、うん、油が止まっちゃってるというか、なんていうか。こんなもんでいいかな。そしたら、このまま切ってってもいいんだけど、このまま切っていくとちょっと柔らかくて切りづらいので、柔らかい方が切りづらいんじゃ、あ、切りやすいんじゃないかって思うでしょ、うん、そうでもないんだよ。だからね、少しラップして固くする。そう、冷凍庫に入れて固くします。はいはいはい。これで
30分ぐらい待ちます。はーい、はい、じゃあ、はい、じゃあ冷凍庫でだいたい今ね1時間ぐらいやったかな、こんなぐらいな感じ、わかる？あーでも、うん、まあだいたいわかる、表面パリッとした感じ、うん、わかんなくもない、うん、っていう感じでラップを剥がして、はい、じゃあ、ナインクスママ、どの肉、どういう、用途の肉が欲しいですか？じゃあ、最初は、うん、カレー用とか、煮込み用の肉が欲しいです。はい、煮込み用。はい、あとどういうのが欲しいですか？ステーキと、うん、ローストビーフはできますか？はい、できます。ローストビーフ。じゃあ、その3種類。はい、じゃあ、カレー用と、ステーキ用と、ローストビーフ用を作っていきます。で、はい、お肉は皆さんの知ってる通り目に逆らって切っていきます。この目っていうのがあってここにこう線が流れてるの分かる？こうやってこれここに線がピーって通ってるでしょ、こうやって分かる？分かんない？分からない。分からない。そこ、そこに線があるの？そう、要はお肉はこれに、これに沿って切っちゃうと硬くなっちゃう。だから目に、そう、逆らって切っていくんだけど、この細い方側から尖ってる方からこれくらいこれくらいまではカレー用にします。でこの真ん中まで、ここの間でステーキを取って残りをローストビーフみたいな感じで取っていきたいなと思います。じゃあ切って、切っていこう。じゃあまあシャク、おお、ねえもっとアップする手がない。切りやすい。うん、そう、パリッとしてるから切りやすい。で、今度ステーキを取っていくんだけど、これくらいの厚さがいいかな。だいたい。だいたいね、親指ぐらい。だいたい、だいたいでいいね。厚切りのステーキが多分みんな好きだと思うので、これくらいの大きさで切っていきます。はい、分厚っ。こんな感じ。おぉ、いいね、うん。めっちゃ豪華。3枚目がでかいです。ん？ 3枚目どんどんこうバンがでかくなってくるから当然ね、でかくなってくるね。硬くない？ちょっと硬い。ちょっと硬い。切ってみる。やだ。それで下手だな。もう残りこれぐらいになってきたので、ちょっと意識しながら切るんだけど、こんな感じです。これが3枚目くらい。うん。すごいね。うおー。これがパックに並ぶんだね。そう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 。これがよくスーパーに売ってる。ステーキです。ちょっと油が多いね、これね。見せなきゃカメラに。うん。こんな感じ。すごいね。うん、これがイチボステーキです。イチボ。で、この辺に来ると、今度ね、目がね、こういう風に流れてるのがあるんで、こっちはもうこのまま形を整えて、ローストビーフ用にしていきます。はい。もう出たちっちゃいの。これカレー用。カレー。カレーとかシチュー用。何円ぐらい？これでね、コストコで4,700円。高いよ、それ。高いんじゃない？わかんないけど。で、これがローストビーフ用。厚みがしっかりあって、ずっしり感が。うん。これローストビーフ用です。じゃあ残りカレー用を細かく切っていきます。薄切り肉は取れないんですか？薄切り肉はできればこうスライサー、ね、お肉屋さんのスライサーとかで取りたいから、うん、包丁だとちょっと限界があるかもしれないね。カルビ用とか？カルビ用も取れる。例えばこれをこのロースト、今回ローストビーフにするこれをカルビ用とかに取っても全然問題ないです。まあ薄く切ればいいだけな。そう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 、焼肉屋さんに売ってるものだから1ミリ、2ミリぐらいで切れば取れると思います。はい。今回取れたのが、ローストビーフ、カレー用、ステーキが5枚。うん。ステーキ5枚。これだけ取ることができました。結構取れたね。それと、さっき、一番最初にやったこの牛すじだね。牛すじ。
これはもう、たまり次第牛すじが作れるので、これは冷凍庫に入れちゃいましょう。はい、じゃあ小分けしていきます。カレー用はジップロックに入れるそうです。油をもうちょっと落としていこうかな。これが生だとすごい切りづらいので、少しこう冷凍庫に入れるとすごく油も取りやすくなるので、冷凍庫にちょっと入れるのがおすすめでございます。この油はステーキを焼くときに使ってもいいよね。だいたいこれくらいまで油が取れれば多分ちょうどいいと思うので、その白いやつ油ない？これ油、これはもういらないやつです。で、今のうちに柔らかくするためにこのフォークとかでぐさぐさ穴を開けちゃう。お店ではこれしてあんの？お店ではこれをやらないです。お店でこれやったら色変わっちゃうんでやらないです。じゃあお家に帰ってきてやった方がいい？そうそうそう、お家に帰ってきて焼く前とかにみんなはやった方がいいかもしれない。肉たたきのやつとか、そう、その肉たたきみたいなのがある人は肉たたきみたいなのをやってくれて全然構わない。ない人はこのフォークで十分。とりあえずうまそうだね、これで完成。はい、ラップしていきます。塩コショウしといた方がいい？いや、別にやる直前でいいんじゃないかな。先に塩コショウしてしまうとお肉って結構ドリップがすぐに出ちゃうので、できれば本当はお肉はやる直前にするのがいいかなと。こんな感じです。ステーキが5枚とカレー用、シチュー用のお肉と、あとローストビーフ用のこのブロックが、一塊できました。本日ステーキは焼いて食べたいなと思います。はい、はい、じゃあ以上、ナイクスパパのコストコでイチボステーキを買って、綺麗に切ってみたという動画でした。皆さん高評価、チャンネル登録お願いします。コメントとかもよろしくお願いします。またコストコとかで買ってきたお肉、どういうのをやってほしいかとかコメント欄にいただければ、頑張って買ってきてやってみたいなというふうに思いますので、ぜひぜひコメントもください。はい、はい、では今日は以上になります。また次回の動画を見てください。見てください。ミックスでした。はい、ミックスパパでした。バイバーイ。